皆さん、こんにちは。近畿大学医学部の角田郁夫と申します。私は先日、防衛医大で、海外留学の勧めという講義をいたしました。その時に、アメリカに留学した時に、いろいろなこの困難とかがありまして、そういう話をしましたら、もう少し話が聞きたい。あるいは、ここをもっと話してほしかったというようなね、質問がありました。それで、今日は、これがそのね、言えますかね、レポート。防衛大の1年生の、こんだけ100人以上、レポートを、質問いただきまして、それに対する回答をね、していきたいと思います。今回の話はね、防衛大の私の話を聞く。行かなかった人にも、海外留学のね、コツと悩みとか、そんなところがね、分かるようにセミナーになっています。それではね、はい、それでは、Q&A に対する答え、一つ一つ話していきたいと思います。私が講義をしたのは2022年の、6月15日、海外留学の勧めということで Q&A、1年生の方からいただいたことに対する答えです。私の、ね、メールアドレスはこれ、QR コードはこれですので、今回の話に関して質問がある人は、ね、遠慮なくお願いします。はい、感想、質問、最初。英語の成績が悪かったり留学の準備ができていないという人の方がむしろ海外留学に行った方がいいというようなことを私は話したんですが、これには驚いた、挑戦したいと思いました、勇気づけられたという人がいました。これはこの通りでね、アメリカでは掃除をしている、おっちゃんとかね、おばちゃんとか、もう英語もペラペラ喋れます、彼らもね。だけど、医学英語とかはできないんで、恐るに足らないというかね、できない人の方が行った方がいいです。逆にね、英語が喋れるんだけど、バイリンガルとか帰国子女とかね、そういう人、英語が喋れるようになりたいという目的だけで行っても、まあ仕方ないということもありますよね。もちろんアドバンテージもあるんだけども、英語はもう喋れるんだから。喋れない人が行った方が得るとか大きいね。それで、その時にね、次の2番目の質問に関わることなんだけども、もっと準備をしてから行きたいという人がいて、あるいは、医師免許を取って、専門医も取って、結婚もしてとかね、ある程度実績を重ねてから留学に行きたいなという人もいて、で20代後半や30代とか落ち着いた年代に留学に行けたらよいなと思ったという意見もある。でこれは良し悪しなんだけども、一つの例はね、私があなた方と同じくらいの年齢の時に福島医大というところで神経内科の研修をしたんだけども、その時の教授が、山本定治先生といって、僕に対して落ち着くまで、落ち着くまではあれができない、これができないとか、そんなこと言ったら何もできないと、ね、僕なんかようやく落ち着いたのは教授になった数年前だから、そんなことを言ってたらね、逆にね、これは本当の部分があって、落ち着いてしまうとね、逆にそこから海外にとか行けなくなっちゃうんだよ。安定したポジションとかあるとね、もう日本で安定してたらちょっとリスクを冒してね、もしかしたら帰ってきた時にポジションがなくなっちゃうんじゃないかとかね、そんな不安があったりするから逆に行けなくなっちゃうね。それで行けなくなった人何人も知ってます。だからよしよし。で、次の質問。
米国以外、特に東ヨーロッパの留学について知りたいというような人がいたんですけれども、私はあまり情報ないです。ところがね、ちょっとだけ情報をね、私のブログに、ルーマニアに留学したというね、皆さんと同世代の、少し先輩の先生のね、と会った話なんかを書いてますので、この QR コードでアクセスをお願いします。次の質問、日本人に特有の英語の訛りの話をしたんですが、その例をもうちょっと教えてほしい。短い時間で全ては全く話せませんが、一つだけね、そしたらね、お話しします。私はね、英語の発音の、スピーチランゲージクリニックという ところで訛りを直してもらってたんだけども、その時に、W の後に U が続く単語、例えばウーマンとかウルフとかね、これができないって言われた先生に、で、それに対して、例えばウエストとかね、ワットとかね、ウェットとかさ、そういう W の後に別の母音が来る発音は W が完璧にできてるって言われたんだけど、ウーマン、ウルフはできない。なんでって言って、それはね、ウーマン、ウルフは、ウーマン、ウルフじゃなくて、ウーマンの前に W がつく。こっちもね、ウルフの前に W がつく。ということは、ウーを発音してから、ウーマンとね、でウルフとこういうふうに発音する。で、先生どうやるんですかって言ったら、その先生は、いや、W の時こうでしょ、ウーってね。それで一回ウーって引っ込めてから、ウーともう一回言って、ウーマンと。こう、金魚がこう、ウーマンと。ウーマンと。金魚が口をパクパクするようにウーマンとやるんだって言われたんだけども、そんなのできない。練習してもできない。ウーマンなんてできない。それで、先生もね、その時アメリカのユタ州の先生だから、日本人の患者なんか扱い慣れてないから、先生もどうやって治していいか分かんない。そこで僕が考えたのは、わーウィーウェーウォー。って言うと、わーウィーウェーウォーって言うと、W が入る。それで、ウォーマン、ウォーフ、ね、の発音をマスターできるようになったという、ね、そういう話があります。ね、じゃあ次ね。論文の著書があるとアメリカの臨床では有利ですかという話ね。アメリカの臨床医ね、私は例えば、微生物学、免疫学の教室を持ってたんだけど、研究室を。そこにね、アメリカの臨床医が、私はコラボしてたんだけども、結構研修に来たのね。で、その結構一流の研修医ね、もう、指導の立場になってる人とか、そういう人でね、ケースレポート、症例報告や論文はおろか、学会発表しかない人はいる。学会発表もない人がいた。結構いるんだ。だからね、どんな論文でもあれば、全然ない人よりは上なんでね、マッチングとかね、そんなの。アメリカの臨床医持ってない人多いです。うん。だから、ちっちゃなケースレポートでもね、症例報告でも何でも、あった方がないよりいいね。同じレベルだったらあった方が勝つから、ね。で、次。角田先生はなぜこれほどまでにアメリカで努力できたんですかという質問ね。私はアメリカに行った時にね、メジャーリーガーの元祖、野茂英雄投手も同じ年にアメリカに渡米したのね。で、野茂投手はその時にね、日本の球界、野球界に背を向けてっていうか、それで渡米した。反対を押し切って。ということは、もう日本に帰れなかったのね。もう日本では散々叩かれた。もうアメリカになんか行って。で、僕もアメリカに行った時にもう日本のポジションなくなっちゃったのね。もう日本の教授とかから帰って、お願いだから帰ってこないでくださいって言われたんだ。だからアメリカでやるしかなかった。野茂英雄と同じね。もう、背水の陣でやったの。だから努力
しないと生きていけなかった、ね。うん。まあ、その辺の話はね、私エッセイ書いてますから、この QR コードにアクセスするとエッセイが読めます。次の質問。アメリカでのカルチャーショックの例をいくつか教えてほしい、ね。で、まあ、来た当初ね、割に最初に聞いたのはね、洗濯物を外で干しちゃいけないって言われた。これびっくりね。あの、ベランダとかね、屋根とか、そういうとこ、屋根って屋上とか、そういうとこでね、洗濯物干してる人いないんだよね、アメリカってね。それね、なんか、アメリカの独特なカルチャーで、あの、まあ、20世紀の初め頃はみんな干してたんだけど、その時、しばらく経ってからね、もう、なんていうか、あの、外に衣服をこう洗濯したやつを干すのは下品だって言われてた。というようなことになって、いまだに洗濯物干しちゃいけないんだ。あの、あと、布団も干しちゃダメ。それで、アメリカの文化とちょっと違うような暮らしをしてる人ね。例えば、アーミッシュの人なんかはね、洗濯物干してたりするんだけど、あの、そんなのを見てアメリカ人は、アーミッシュの村観光ツアーとかあるんだけど、ほら、アーミッシュが洗濯物干してるよとかね。そんなのがね、ちょっと珍しがられるほど洗濯物を干さない。ね。で、これ割にびっくりしたんだけど、それで、ね、まあ、これは割に来てから、まあ、数ヶ月で聞いたかな。で、来てから、まあ、1年くらいしてから聞いた話が、1年、2年。シンクでうがいをしてはいけないって言われた。シンクでうがいしなかったら、どこでうがいするんだって。で、というか、というよりは、シンクにうがいはしないから、あの人たちは。で、シンクに唾を吐くなって言われた。つって、あの、うがいは唾を吐くことなんだね。だからそういうのは、まあ、歯磨きもそうなんだけどもさ、あの、トイレでしなさいっていうんだよね。トイレでうがいや歯磨きしたら余計汚いような感じもするんだけどさ。なんか、そういう文化なんだわ。だから、まあね、だから、なんていうの？歯磨き、みんなの前でしたりするでしょ、日本ではね。だから、歯磨きを人の前でするっていうのは、アメリカとかだとね。あの、言ってみれば、人の前でトイレするようなもん。なんていう話も聞いた。うん。だから、注意ね、歯磨きとうがい、まあ、トイレでやってね。うん。それで一番最後。白いケーシーを着てはいけない。これはね、僕アメリカに行ってね、3年以上経ってから聞いた話。で、ほら、あの、臨床の先生とかね、KC スタイルのさ、白衣、半袖の白衣、着るじゃん、白いやつ、かっこいいやつをさ。それで、あれ、実験に便利なんだよ。あの、KC ってさ。例えば、動物実験とかするときとかね、あの、汚れないっていうか、こう、着替えてるんですよ。それで、で、僕は日本にいて臨床してた頃のね、ケーシーを着て実験してたの。ずっとね。3年も経ってから。医局に新しい秘書さんが来たの。で、その秘書さんがさ、あんたその白いおかしな服着んのやめた方がいいよって言われたのね。それ、なんでって。だってみんな着てるじゃないよ、ケーシーって。そしたら、その人曰く、白いの着てる人は誰もいないって。で、気がついてみると、アメリカのドクターってね、あの、まあ、スクラブって言うけどもさ、あの、青とか、ピンクとか、紫とかね、そんな色のついたのを着てる。白い半袖の着てる人は誰もいない。で、僕はその白いケーシーで3年間ずっと、職員食堂、病院食堂でずっとご飯食べてた。で、その間ずっと、患者さんとか職員とかをね、恐怖に陥れてたのね。そんな人誰もいないから。で、なんでその秘書さんが来るまで、新しい人が来るまでさ、なんで僕にそれを教えてくれなかったのって同僚に言ったの。そしたら、ああ、私はそれユニークでいいと思ってたから、なんてね、そんなんなんだ。とにかくね、白いケーシーを着ないでください、アメリカでは。はい。最後の質問ね。アメリカで私が終身雇用、テニアを取ったという話をしたと思うんだけども、
それなのになぜ日本に帰ってきたんですかってね、そういうふうに、そういう話。で、これはね、私はアメリカに21年いたんだけども、アメリカに留学したときにね、留学の理由として、いつの日か日本に帰って、アメリカで学んだことを日本に還元したいって言ってたんだよね。ところがもう何年も経って、もういい年になって、ね、50とかに近くなってさ、もういつの日かって、もう今帰んないといつの日が来ないことになっちゃうっていうのに気がついたのね。まあ60とかさ、まあ引退してから帰ってくるって言ってもあったかもしれないけども、それじゃあもう還元できないよね。だからもういつの日かというのはもう今帰んないと日本に還元できない。だから、アメリカで学んだことを還元できない。だから何かあっちで身につけたことを日本にバックしたいっていうね、そういう思いがあって、それでね、ですから今回皆さんに防衛医大の、医学部の学生さんにしたのは、まさに僕が日本に帰った理由。それで、このレポートね、この分厚いレポート皆さんにもらったのは私のご褒美。これ以上嬉しいことはないです。いろんなね、講義の感想、役に立ったとか、すべてが役に立ったとかね、まあいろいろ嬉しいことを書いてくれて、まああと質問もね、ここに書いてあったことがあって、それで、まあ今日は全部は紹介できませんでしたけどもね。で、それと私と似たようなことを言ってるのが、元ニューヨークヤンキースの黒田博樹投手、ね。黒田投手、2014年、ね、私よりちょっと早く日本に帰ってきたんだけどさ。その当時、ヤンキースで活躍してて、20億円のオファーもあったのに、それを蹴って、広島カープに帰ってきた。それでメジャーからのオファーが一つも来ていなかったら僕は広島に帰ることはなかっただろうっていうのは、だからまだメジャーの力があるうちに日本に帰りたかった。帰って伝えたものがあったというね。だから僕もアメリカのテニアを取って、ね、メジャーリーガーのうちに日本に帰ってきて皆さんにメッセージを届けたかった。そういうことですよね。まあそういうわけで、まあ僕はね、黒田投手は、実は最初のアメリカに来た時の登板を見てるんだよね。サンディエゴで登板したんだけどさ、サンディエゴにその時、たまたま学会があってね、それで野球見に行ったら、日本から初めて来た黒田選手っていうのが登板するんだって言ってね、で、すごいピッチングしたんだ。まあそれで、まあそんなこともあってね、黒田投手には、まあ思いがありますし、リスペクトもしてます。はい。ということで、今日の話はこれでおしまい。私、ソーシャルネットワークやってます。Twitter ね、Instagram あります。で、Twitter ね、つながった人、防衛大の学生さん何人かいます。リクエストしてくれましたら、全員とつながります。あとね、今日の、トークはこの YouTube の愛角田チャンネルにアップしてます。ということでね、皆さん、どうかね、今回のセミナーで、今回のセミナーっていうか、トーク以外にもね、質問とかね、あったりとかね。まあ、あるいは質問なくてもいいんだけども、コメントとか何でもあったら、私にメールなりね、ツイッター、フェイスブック、何でもいいです。コンタクト取ってください。はい。ということで、今日の、Q&A、これで終わります。ご清聴ありがとうございました。